ぐらいしようと思うんだけど、充電が持たん気がして、そう、充電ケーブルをどっから取るかちょっと迷い中こんばんは、みんな。あら、よし、あともう一個三脚を立てようと思って、あらら、引っかかっちゃった。こんばんは、ゆなゆなですゆなゆなです。井上しひろさん、かみてるさん、カピパラミキアさん、ほりちゃんさん、やすーさん、 KRD さん、まこマックスさん、タイガーさん、ダユーさん、ヤンさん、タキュンさん、ヨッシーさん、エンジョーさん、カメさん、アーツさん、こんばんは。椅子持ってこよっかな。ちょっと2時間座ってきた。座ってきたらできるかな。でも映らんよね、みんな下にかね。あー、間違えた。じゃあちょっと高めにしよう。こんばんは、びっくりハートさん。あ、ひまわり、ひまわり作ったよ今日。見てどう作った、どう、ひまわり、ありがとうございます。だいちゃんさん、白玉ですさん、青色大好きさん、あやさん、瀬戸内のミリマロンさん、ゆうさん、三脚が大きいよ。こんなでかくなくてよかった。あ、でもまあ椅子座るけんいいか。よいしょ。ストーチのミニマロンさん、ヒョウさん、ユミヤンさん、ホリちゃんさん、ユウヤさん、ヤマナビさん、もちゃもちゃさん、グラハムさん、ダイチさん、白メガネさん、ビッグボスさん、フルパワーさん、タケルくん、タキュンさん、ほっぺたプニプニさん、カズリンさん、アッキさん、ゆりかもめさん、ズンダさん、夏みかんさん、クレイジーさん、こんばんは。そう、2時間10時ぐらいまでギリギリまでやろうと思って、そう、でもその代わり10時までやっちゃうともうムバメと七並べができないんだけど、今日美少女がメイクしたよ。今日はちょっといっぱい来てくれるかなと思って。つもさん、こんばんは。そう、お気に入りの服にしてみた。まつさん、まさきさん、ジョイさん、コーンさん、こんばんは。夏みかんさん、ハートありがとうございます。ハートハートあったハートありがとうございます。ちょっとコメント読みながら準備しちゃったらめっちゃ時間かかる人サンチ体操さん、こけ玉さん、ヒーターさん、こんばんは。スポーティージさん、にゃん、ヨーテトラポットさん、ハートありがとうございます。そう、ひまわり作ってみたのよ。ランディアートンさん、北上和樹さん、こんばんは。そう、ギター配信するんですがちょこっと準備中でございます。そう、ひまわり作ったの。夏みかんさん、いいね、ありがとうございます。アーツさん、ひまわり、ひまわりありがとうございます。そう、来週チリパですね。哲夫さん、こんばんは。ひまわり作った。やすびゅうさん、津田ひろふみさん、しゅうさん、ジョークスノーさん、ベイアンさん、 STU 大大大好きさん、マットさん、さとちゃんさん、テトさん、ズキちゃんさん、こんばんは。やすさん、50年のありがとうございます。あるさん、しん、うん、しんぱくさん、こんばんは。カピパラミキアさん、ハートありがとうございます。ちょっと浸しやすいように、今日のメイク時間は15分15分もかからなかったかもしれん。10分ぐらいかな。で、さっき5分ぐらいで着替えて準備をしました。お水ありよん。ギターをします。クレイジーさん、50年のありがとう。ヨーテトラポットさん、50年のありがとう。ヤスさん、ひまわりありがとうございます。ひまわりありがとう。キグマケントさんかな。はじめまして、こんにちは、こんにちは。ということで、ちょっと場所を移したいと思います。充電取れる場所があるんだが、ちょこっと遠いのよね。
でやろうと思うからもうちょっと高くしたくて。おいしょ、ギターここにありますわ。ちょっとでもいっぱい受けんや。こんな感じかな。青色大好きさん50年のありがとうございます。ともあきさんこんばんは。おいしょ、ギターがあります。ちょっと一旦こちらへ、ほんで椅子を持ってきます。よいしょ、重たーい。みーの勉強椅子、よいしょよいしょ。はあ、重たーい。あ、これで映りそうじゃない？いい感じかも、いい高さかも。よいしょ、これでどうだろう、いけるかな。こっち向きがいいか。こっち向きがいいか。もうちょっと低くてよき。みーが座ってみんとわからんね。よいしょ、こんばんは。おとさんこんばんは、てんさんこんばんは、宮本浩一さんこんばんは、たけるくんありがとう。これで充電も届くかな、ギリいけるかな。あ、いけそう。 OK、だいぶ準備ができてきました。お水を持って、お水もここでいいか。ちょっと面白い部屋になってる。よいしょ、ヘッドホンもまあここら辺でいいか。よいしょ、いいんじゃけど、ちょっと待てよ。今日はあれをかけときたくて、告知ボードを。よいしょ、今日は何の日でしょう。朝ツイートしたんだが、これ絶対言うの映らんと思う。映らんかった、映らんかったよ。ダメじゃ、どうしたらよき。後ろに下がってもダメか。別に遠くじゃけん、下からとか関係ない。あ、もうちょっと、もうちょっと。はい、どうだ、こんにちは。これ、あ、これ抜けばいいんだ。よいしょ、こんにちは、こんばんは。だいぶ落ち着いた。よいしょ、よいしょ、よいしょ。椅子持ってきた。そう、勉強づけな、こんばんは。あ、本当？全身初めて見た。 MKG さんこんばんは、翔さんこんばんは、ホリちゃんさんこんばんは。そう、勉強机。智明さん50位内のありがとうございます。ひまぽんさんハート。ほいしょ、もう朝顔ないんだっけ。そっか、ハート。ひまぽんさんハートありがとうございます。そう、座布団ね、勉強するときは机が高いけん引くんですよ。そう、ヨッシーさん50年のありがとうございます。総理さんこんばんは。そう、今日はギター配信もするけど、そう、今日はあれなの、オンライン地域会の最終日、お申し込み最終日だから告知書いとこうと思って。フィフスシングル、お、握手券ありがとうございます。昨日見れんかったボードって、ちょっと消えちゃったんだが。消えちゃったんだが、今から消そうかと思って、新しいの書こうと思った。三木柴さんこんばんは、キヨ兄さんこんばんは、マスクさんこんばんは。
おいしょおいしょたこ間違えた、たまたこさんこんばんは、好き好き大好きさんこんばんは、きよ兄さんひまわり、ひまわりありがとうございます。これからギター配信をしようと思ってちょっと準備中でございます。お、チェキ書くね。冬内さんこんばんは、たけるくんひまわりありがとう、ありがとう、ひまわりがすきやもんさんバラありがとうございます。朝顔保管しとこうか。そうね、そう、はやとさんこんばんは。じゃあこれからこれをでもさか、大きく書いたら見えるかな、みんな。ちょっとこっちにしたらさ、ここら辺で見える。見えないか、ユナが斜め行ったらいいのかな、どうしたらいいか分からん。ユナこんぐらいで見えるのかな、分からんね、ちょっと分かんない。いっか後ろで。コンリュウさんヤッホー、ヨーテトラポットさんハート、ハートありがとうございます。冬淵さんハートありがとうございます。大きめに書こうか、書けるかな、大きめに頑張って書くわ。じゃあでも今日は本当にあれ、練習風景っていうか、ほんまに練習しながらって感じでやっていこうと思います。筋トレしながら見るって、無謀夢でユナユナ剣残ってるから使おうっとって、何喋ろうって、何喋る？トトロポップさんこんばんは。よいしょ。ギリ見える？アイスレモンさんこんばんは。どうだろう、おーベース構えて見てます。ゆうなそんなうまく弾けません。見えるか、よかった。じゃあ大きく書くね、これぐらいで。スイカさんこんばんは。そう、この服みんなのお気に入り。見えるかな。これでどう？あ、大事なとこ見えんかった。やっぱ太ペンで書かんとダメだ。ピンク、青がいいかな？青にしようかな。
いしょ。ギフトありがとうございます。あ、リップついちゃった。これでどうだ、見えるかな、見えそう。ちょっと難しいけど、まあいいか。見えるかな。よかった、ありがとうございます。冬仏さん50年のありがとうございます。触覚、そう、これでも勝手に生えてくるんですよ結んで時間経ったら。村上さんハロー。スイカさん、ひまわり、ハート、ありがとうございます。両方だ。あ、ひまわり、ハート、ありがとうございます。お、127日ありがとうございます。じゃあ画鋲に刺そうかな。よいしょ、画鋲100均の。ゆりさんこんばんは。ほりちゃんさんハートありがとうございます。めっちゃありがとう。れんれんちゃんさん、はじめまして、こんにちは。ゆなゆなです。あかんよこれあかん、あ、いたいたいた。画鋲開けるの怖いね、なんか。みんな集まってきてくれたかな。バンジャラマスターさんこんばんちは。ホリちゃんさん、ひまわり、ありがとうございます。おお、針が怖い。いた、段ボール突き破ってきたよこの人。ちょっと開け方が悪かったか言うな。よしよし、ボロボロになっちゃった。あ、やばい、これ変なとこから出てきちゃう。あー、その服なんかもいらないよ。そうそう、元の位置、元の位置。オッケー、よいしょ。そう、なんかひまわりにこれ書いたんよ、ペンで、マッキーペン、黒ペンで書いたの。そう、お花作って、この黒黒茶色こうやってはめて、これ四角いやつはめたんですよ。そうで、葉っぱつけたトトロポポさん50年のありがとうございます。よ、テトラポットさんハートありがとうございます。ダダダさんこんにちは。よいしょ、どこぐらいがいいかな、こんぐらい、こんぐらいでいいかな。これまさかの刺さらない刺さらないパターン、コンコンコン。ダメかな、ダメっぽい。やらかした。あ、こっち刺さる。じゃあやっぱこっちにしよう。
うしたらいい？どうしたらいい？とりあえずやのこっち向けでやろうかな。充電気にせずに行けるところまで。そしてやばくなったらあっち向こうかな。いた。よいしょ。じゃん。おお、危ない。事故っちゃうとこだった。大変。これでどうだろう。あ、無極だった。こんな感じかな。こんぐらいか。こっちも硬かったけど、まあ入ったわ。おいしょ。 OK。 見えそう。大丈夫かな。 OK かな。よいしょ。ほんじゃらほんじゃら、なるみさんこんばんは。そう、物差しで書いた。ぬっしーさんこんばんは。カムカバーさんこんばんは。サワモンさんこんばんは。クロさんこんばんは。スマイル弟さんこんばんは。よいしょ。ヨスベさん50年のありがとうございます。秋里さんこんばんは。マスオさんこんばんは。テロップ変えてる。マスオさん、ヨッシーさん、こんばんは。カズさん、ひまわり、ありがとうございます。そしたらこっちの準備。おいしょ。言うな、全然映ってなかった。スイカさんかわいい、ありがとうございます。ギターもうすぐでございます。ゆなママが来た。そう、折り紙はもう作ったの。これこっちか、止めるの。こうで、これでいいか。よいしょ。これでゆうなが北のあれが見えるか。よいしょ。ヨーテドロボットさん、ハートありがとうございます。さあ、これは髪留めゴム。髪長いからお団子とかするときは。坪井祐介さんこんばんは。ハートありがとうございます。ギター配信、そう。正文さんこんばんは。
おいしょ。これでいけるかな。何からやります？ギター。よいしょ。これいろいろ便利グッズがあるんですよね。なんかね、もうどれも完璧ではないんですけど、なんか言ってくれたやつをやってみよっかっていう感じでやっていきます。そう、まるまる一曲止まらずに弾けるっていう曲はほぼないので、あら出てこんが、あ、出てきた出てきた、よいしょ。朝顔とハートを止めとく。ペダル？アブさん、こんばんは。哲夫さん、ハートー、ハートありがとうございます。今日折り紙制度なしでもよき。期待しよったら出せれんわ。あ、冬物さんチェキ応募ん？ぜひぜひお願いします。トークンさんこんばんは。タクノギさんお久しぶりです。こんばんは。見た目が春しよ。そう、じゃあ今日ちょっとごめんね、折り紙制度なしでここでも飾っとくから。じゃあギター持ってきます。よいしょ。リングはしたので音は合ってるはずでございます。よいしょ。こんな感じ。遠いな。いいんじゃない、この価格。お久しぶりだね、ギターさん。この前一回したことあってね。よいしょ。じゃあペダルから行こうかな。ハクリンさんこんばんは。お、全然いいですよ。ぜひぜひチェキお願いします。この今日からチェキまでいっぱい遊びに来て、ショールームいっぱい話しよう。ペダル行こうかな。パザヨさん確か難しかったはずだな。 ST やデイデイ大好きさん50年ありがとうございます。カッパラさんこんばんは。今日あんまコメント読めんかったらごめんね。よし、じゃあペダルから探していきましょうか。ペダル、いきなり練習からいきますよ。むすびさんこんばんは。ジャンさんこんばんは。あ、もういきなり被験講座が出てきました。ちょっと弾けれんとこは歌でごまかしていきますね。歌でごまかしていきますね。
ームページみたいなとこから予約してもらって、でニックネームは今日も24時まで23時59分までそうやってもらえば大丈夫です。じゃあギリギリまで三脚近づけていけるかな。ちょっともう本当にわあ、もう気にせず行きましょう。行ってみます恥ずかしい。一体誰のため走り続けてるのか、この疑問に思って立ち止まり。これさ、イヤホンでやった方がいい？声が聞こえんなんかなそう、ペダルは1カポっていうのかな。イヤホンつけようか。声が聞こえない？イヤホン届くかな。あ、当たっちゃった。よいしょ、これでどうだろう。あ、スイカさんアップありがとう。よし、行きます。ちょっと全然ゆっくり行きますね。もう一回。ギター聞こえん？あ、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 あん価値観って全然ギターも聞こえとるかな。あー、両方聞こえる？よーき、じゃあ行きます。もう一回。一体誰のために走り続けてるのか、ふと疑問に思って立ち止まりたくなってしまう。こんな辛い思いしてどこへ向かっているのかわからなくなる。平坦で楽な道とかあるだろう。くじけそうな時には風を味方にしてで背中を押してよ。ペダルこい、あ、ペダルこいで回った車輪の分だけ夢に近づけばいい。呼吸は乱れて汗が溢れ出す。急な坂道は続いてる。もっともっと先へ、あ、先へ、あ、もう一回先へ、そろそろこのあたりで足をついてしまおうか。弱音を吐きたくなる。もうこれ以上走れないよ。僕たちの自転車はなぜに急いでいるのか。ただがむしゃらに理由聞いたとこで何になる。目指してるゴールはいくつの谷と山を越えればいいのだろう。ペダル止めて休んだ車輪の分だけチャンス遠ざかるもの。太陽は間違えた。太陽は沈み星が輝いて明日のその道を照らすよ。次は行けないとこがあるんだな。あ、
きることはペダルを踏み続けること、誰も苦しいものだ、自分のためだと答えは出ている、どんな道のりも人生だ、ペダルこいで回った車輪の分だけ夢に近づけばいい、呼吸は乱れて汗が溢れ出す、急な坂道は続いてる、もっともっと先へ、イエーイペダルと車輪とギター道とでした。いきなりやってみましたが、どう？イエーイ。ちょっと一旦イヤホン外します。いっか、このまま行こう。めっちゃいっぱいギフトありがとうございます。おいしょ。いっぱいギフトありがとうございます。カメさん音符ありがとう。ちょっとお名前だけ呼んでいくね、いっぱいありすぎて消えちゃうから。スイカさん、ヨーテトラポットさん、もぐもぐさん、青色大好きさん、 STU デイデイ大好きさん、マスオさん、ツッチーさん、大地さん、 STU デイデイ大好きさん、呼んだっけ、カメさん、スイカさん、お、ミラーボールもありがとう、気づかぬうちに。 STU デイデイ大好きさんもハート、ヒゲじいしんちゃん先生、あ、バレちゃった、そうなの、 BY 内弾けなくて。ヨーテトラポットさん、アーツさん、フルパワーさん、ホリちゃんさん、カニカマさん、ギフトありがとうございます。パチパチパチ、皆さんありがとうございます。そう、イズチャさんこんばんは。そうなのよ。できないコードはほっとく、ほっとくっていうかシーンってするタイプ。よいしょ。トゥ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 ルルテンテル。よいしょ。あ、イヤホンしたらギターが聞こえない。ジョイさん、ハートありがとうございます。そう、ペダルと車輪と来た道と B マイナーっていうなんか長いやつが出てくるんですけど。どうしてもできなくて、独学なもんですから。合っとるんかな、分からんくて。ジュイさん、ハートありがとうございます。キャパリアーズさんかな、こんばんは。だいたい合ってる？本当？ちょっと下手なの見逃してください。ほんまにめっちゃ独学で見よう見まねでやってるんで全然わかんなくて。そう、だからギター特技とは言わないよ。趣味で。哲夫さん、ハートありがとうございます。そう、ねえねがギターしてたから、でもねえねも独学でやり始めて。そう、びっくりハートさん、ひまわりありがとうございます。てるいさん、こんばんは。ゆな、すごくない？この距離で名前が見える。
そうねーねのあれだから、週一でギター配信すごそう。バレーコード苦手、他の曲も F はなんか別の押さえ方があって、そうこれかな、見つけたからちょっとできるけど、いやでもめっちゃ視力いいです。これ裸眼ですよ。 3あるんかな、分からん、どれが平均か分からんけど、裸眼、コンタクトもメガネもなしで、この距離、手が届かん距離で見えてる。 STA デイデイ大好きさん、かっこいい、ありがとうございます。こっち見えてる、 C じゃん。え C? C か。そう、次は何行きましょうか。こんな感じでできないコードとかは飛ばしつつでやっていきます。こっち、なんかそれなんだっけ、これ数学のやつやない？ 3.0 ってすごい、いや分からん、何が正解か分からんよ、分からんけど、なんかそうめっちゃ視力がいいんです。オメガか、オメガってなんだっけ、去年習った気がする。三平方なんだろう思い出してよかった、人気だな。じゃあそれにしますか。そう F、 F なんかこうやって上から押すのあ、2ならすごい方、じゃあ2かな、わかんない。でもたまにね、なんかあのあれ苦手、なんかメガネ屋さんとかにある電気で光るやつは見にくいの。でもこういう文字がめっちゃ見えるけん本当はいいはずなんですよ。思い出せて、3はすごいのね。おお、思い出してよかった、バレーコードあるよって。やばいかな、ちょっと見てみよう。お昼一通り弾いてみたけど、おお、カラオケでやってみる、これはカラオケで弾けるとこだけ弾いてみる。めっちゃ確かに弾けんやつが多いかも。よいしょ、アフリカ人並みやって、すごっ、かぶせスタイル。ちょっと最初の方音とかで弾けるんかもしれんけど、あ、もうちょっとちっちゃい方がいいかな、これぐらいでいけるかな。君と知り合ってどれくらいだろう、いつが初めてか覚えて、間違えた、いない、昔から聞いていたような言葉、間違えた、懐かしさを僕は感じていた、ざっとの嘘の中で見失う、めっちゃ間違えるよ、花がある
が違う気がする。ただの付き合いでいただけなのに、花火大会に君がいたんだ。誰も気づかないイントネーションに一緒。間違えるの次出た。目に浮かんだ打ち上げた五尺玉、よかったでした。カラオケの音大きかった、聞こえんかった、よいしょ。手帳さんは読んだな。ここはどこからだろう。ハートありがとうございます。 STU 大大大好きさん、スイカさん、カメさん、カメさんの3人かな。ね、カラオケちょっと早かった難しかった。かけ玉さん、ほりちゃんさん、間違えても分かりません、ありがとうございますそういうことにしとこう。音符ありがとうございます。皆さんパチパチパチありがとうございます。スッチーさん、ミラボールありがとうございます。ギターの音ちっちゃかったか、ごめんちょ。皆さんパチパチパチありがとうございます。イエイ、難しかったかなたさん、こんばんは。おいしょ、次は何いきましょうか。こんな感じで2時間ぶっ通しでやっていきます。もうあと1時間ぐらいしかないや。青いひまわりに歓迎しませんかって、もっと練習しなきゃ。
宰治は難しかったはず。でもねーねがやってたことあるな一回。イヤホン外してする？ビリーさんこんばんは。お久しぶりかな。ビリーさんひまわりありがとうございます。おいしょ。トムは元気なのか。そうねーねがやってたからユーナもやり始めたって感じ。うん、これも B マイナーがあります。やってみてもいいけど、やってみますか。みなさんこんばんは。くまくまさんひまわりありがとうございます。最初が分からんけど、まあいいや。違うね。わかった。どこにいるのかわからない。
しょ。太宰治も安彦さんこんばんは。呼んだか。ニックネームをね登録はね今日のね23時59分までできます。カメさん音符ありがとう。そうめっちゃあった。本当上達してるかな。スイカさん音符ありがとう。どうだろうと。ヤスさん音符ありがとう。イヤホンってどっちがいいかな。吉川さんこんばんは、ありがとうございます。ありがとうございます。ロック38さん、ヨッシーさん音符ありがとう。おのちさんかっこいい、ありがとう。かおりさんこんばんは。イエイ、カメさんパチパチパチありがとうございます。皆さんパチパチパチありがとうございます。エコーがかかっていい感じよってイヤホンしてないのに。ヨーテトラポットさん音符ありがとうございます。 MK39 さんこんばんは。じゃあこのまま行こうか。あ、ギター配信ありがとうってありがとうございます。よし、椅子に戻ります。次は何行きましょう。あ、ゴンしちゃった。ちょっとやってみたいな。 Give me 5できると思う？やってみようか。 Give me 5。英語だ、英語にしなきゃいけない。5って数字の 5？ あった。そう、来た。こんな感じかな。おお、歌のとこからいけるかな。あ、これいけるんじゃない？わかんない。Yeah.
どうだろう。よいしょ。イエーイ、ありがとうございます。お、ハクリンさんありがとうございます。よろしくお願いします。そう、ギター配信まだ2回しかしたことなくて今日2回目。ヤスさん音符ありがとう。ヨテトラポトさん音符ありがとう。 STU 大大大好きさん音符ありがとう。 Keep me five。 カメさん音符ありがとう。ヨテトラポトさんハートありがとう。コケ玉さん音符ありがとう。スイカさん音符ありがとう。ね、これもちょっと練習したらできるかも。おのっちさんいいね、ありがとうございます。ヨーテトラポットさん音符ありがとう。皆さんパチパチパチありがとうございます。ありがとうございます。長けさんこんばんは。イエイ、はじめましての方がいるかな。ジャクソンさんこんばんは。初見さんはーい、いるかな。ゆなゆなことかおまたゆうなです。普段はロードバイク女子って言ってますが今日はギターをやっております。スイカさん音符ありがとう。ブッチーただの22歳さん、ブッチーさんこんばんは。初見さん初コメかな、ありがとうございます。初見つかないって、なんだろうね、あれかな、星集めとかで来てたかな。こんばんは。本当3月からもう半年以上経ったか。半年経ってない、まだ半年は経ってないか。のぞむくんさんはじめまして、こんばんは。はじめまして、初見さんだ。ヨシさんタッコン、ありがとうございます。ゆなゆなことかまたゆなです。普段はめっちゃすっぴんでショールームしてるんですが、たまにメイクをしてショールームをします。特に平日は学校行ってるので夜とか朝の配信はすっぴんのままでございます。そうだからこの配信見てね、あーって思っても明日にはでもあんまり変わらんと思うんじゃけど、言うな変わる。まあでもツイッターとかの写真を見てみてください、普段のショールーム。おのちさんかわいい、ありがとうございます。そう、しかも9時を超えると眠くなるっていう変な時間があって、そう眠くなるんですよ。え、もう4000人行きそうなの。あ、あれか、見てくださってる方がすっぴん美人さん、そう、いつもすっぴんだよね。みんな来てくださってる皆さんは知ってるけど、そう、普段はめっちゃすっぴんで、そう、でも歌うこととかダンスはめっちゃ好きなので、カラオケは基本1日1曲以上は歌えれるようにそうしてる。みんなからカラオケのリクエスト聞いて、そうね、いつも好きになるよって、ありがとう。化粧してる違う、やった。ワイもそろそろお眠、そういうのはもうちょっと9時を過ぎたのでお眠タイムが来てしまってるんですが、ちょっと頑張って話しております。どういう時間ってね。そう、ユニットはピンマイカーに入ってます。自己紹介タイム、今はピンマイカー。お眠早いって言われちゃった。そうなの、ピンマイカーっていうユニット、 STU の中の
あれユニットに入ってて、 MC& スポーツユニットなんですけど、ユナはあんまり喋るのは得意じゃないんですけど、でもスポーツはめちゃめちゃできる方なんじゃないかなって思ってるので、そうロードバイク乗ったりもするし、あとは陸上もやってたことあるし、フットベースボールもやったことあるし、水泳も多分そこそこできるし、そうクロール 25m とか全然できるから、それはもう当たり前なんかな分からんけど、 50m も多分できると思います。できるはず、クロール 50m は。そういろんなスポーツの基本ぐらいだったらできるっていう感じなので、そうスポーツ大好きでございます。今は高校野球とか野球ですかね、今ハマってるのは。サッカーはあんまり、サンフレッチェが好きなんですけど、サンフレッチェ広島が。そうでもあんまりテレビ中継なくて見る機会がないので、そう今はだいたい夜とか、今日はデイゲームだったんですけど、カープテレビで見ております夜の配信とかたまにあれですね、カープ見ながらおーとかって言いながら配信したりする時もあります。よいしょ。そう今日の運動会出たかった。まだ結果出てない、どこが勝ったか。ハクリーさんかわいい、ありがとうございます。もう出とるか、今日まだあくび娘じゃない、途中に遠くかな。安藤四つ葉さんかな、はじめまして、こんにちは、こんばんは。同じ名前で同じ感じなので少し気になってきました、気になってました。ゆうな、優しいにな、すごい一緒やん、はじめましてだ。そう今日高校野球はベスト4が決まって、明日紅葉東対広陵、広陵で2試合目が広島対武田高校、まあ広島の人しかわからんか。そう高校野球広島県結構見ております。野球に集中しすぎる時もあります、ごめんなさい。四国が勝ったのか、ピンマイカー、ピンマイカーの商品みたいな、商品みたいな、みんなで決めたんですけど、知ってますか、言ってたかな、わかんない。そう武田高校初のベスト4らしくて、武田高校はなんか1日1時間しか練習しない、50分だったっけ、ちょっとしか練習しないみたい、何時間もやらないらしいんですよ。そうピンマイカー惜しかったんや。運動会でもなんかあれでしょ、船の中で筋トレとか椅子取りゲームみたいな。昨日一期生さんのやつは今日の朝ちょっと見逃し配信みたいなやつでちょっと見たんですよ。そう大きな小豚さんこんばんは。漢字ね、ゆうなって大体さ奈良のなって書かれんゆうなちょこっと悩み、それがめっちゃたまに奈良のなって書かれちゃうんですよね。まあいいんじゃけど、そう珍しいね、あ2位だったんじゃ。そうそうそう旅行行って、旅行券もらって行って、勝手に自分らでミュージックビデオみたいな、なんかカメラで動画撮って編集してみたいなことも考えてたんですよ。そうめっちゃもうピンマイカーめっちゃ考えとって、でもなんかいろいろ言ったらマネージャーさんに却下されてって、結局最後はその旅行プラス MV 作ろうみたいな、でもしよければ STU48 チャンネルでそれを密着みたいなみたいなことを勝手に考えてたんですよ。そう他にもなんか新しい衣装、 T シャツ以外の衣装欲しいとか、ピンマイカーだけのとか、楽曲が欲しいとか、そうめっちゃいろいろ話してたんですよね。ゆうなはグッズどうって言ったんですよ、ピンマイカーだけでグッズ、うちわとかタオルとかピンマイカーだけデザインみたいなどうみたいな話もしたんですけど、結局そう旅行になって決まって、頑張ろうって。そうミリアちゃんの今日のツイッター、ST482 期生のツイッターがあるんですけど、みんなで使ってるやつが、あそこにミリアちゃんがツイートしてて、そうリコチ反復横跳び練習中って
可愛かった。いけるかなって思ったけど惜しかったか。そう、武田高校は呉、呉に、呉っていうかな、東広島、あ、ここは黒瀬かな、なんだろう、呉高校、武田高校や、呉高校は呉市立呉高校、武田って県立、私立か。一番強いアットを残したらピンマイ、何アットのピンマイか、ピンマイか、武田は昔の呉高校、へえ、呉高高校、名前がすごい、そうなん、へえ、ミリタ MC でも頑張ったよって。え、やっぱあれですか、おしゃべりはミリタンが、ま、回しっていうかリーダーじゃないけどよくしゃべる人みたいな。見たかったなピンマイカーの二人はゴリラとして今日頑張ってましたって。恥ずかしい、なんか同じユニットなの。ユーナとパセリは絶対そういうキャラじゃないんだもうごめんなさいだけど絶対そういうキャラじゃないんで。他4人、まあ多分ミホリンはあんまりそういう変なことは乗らないんですけど、そう、でもあのなんていうん、可愛い系、あざと可愛くとかになるとミホリンも乗るんでそう、そうなったらもうユーナとパセリは逃げときます本当にもうあの4人のテンションにはついていけないので、特にリコチ、ミーヤちゃんの2人にはもう本当についていけないので本当にほっときます、逃げときます。ユーナはそう、結構役割分担で、もう本当に個性強すぎるユニットだと思います。共通点が一切ないみたいな。そう、遠回しでゴリラと言ってる。だってゴリラって何したの、気になる。抑える人はミホちゃんかユーナかパセリだろうな、多分。体張ってた、お疲れ様です。そう、なんかミホリンはあざとかわいい担当そう、あざとかわいい担当で、リコッチはもう怖いもの知らずって感じで、ミリアちゃんはようしゃべる、ユリニャはたまにぼーっとしとってダンスとかちょっと苦手っぽいとかあるけど、でももうほんまあの関西弁のノリになったら止まらん。で、あとパセリやろ、パセリはおとなしくてお姉さん的存在、みんなのお姉さんみたいな。そうで、ユーナはスポーツ元気スポーツ担当みたいな感じですかね。そう、でもなんかミホリンのあざといはあれなんですよ、演技があざとい演技ができるみたいなあのニコ生のおうちクルーズの見たかな、みんなパジャマのやつ、そう、しりとりもう一回とか言ってミホリンあざとかわいくやり始めましたけど、めっちゃ可愛いのよ。でも普段からああいう感じじゃないよ、普段はレッスンの時とかはちゃんとしてるんだけど。お、養成に行ってたって、ありがとうございます。本当だ、4205人。そろそろギター戻る。ユネヒナがあざとさん身につけたら最強、それはやばくない。リコチとミリアちゃんはなんか元気っていうかもうただただテンションが高いんですよ、ステージになると。リコチはまあ一度もテンション高いんだけど、ミリアちゃんはたまになんかあの練習の時とかたまに死んでる時あるけど、リコチはもういつでもテンション高い、小学生の心みたいな感じ。ピンマイカーが頭一つ抜けてるねって、わーやばいねやばいね。ハロー、エミルさんかな。ハロー、マレーシアかな。ハロー、
ちゃんちょっとたまに死んでる、死んでるって言ってもなんかあのなんか病んでるとかじゃなくてもう疲れたみたいな時はある。たまにリコチは疲れたってなっても結構おしゃべりするタイプですね。じゃあギター戻りますか。365日の紙飛行機いけるかな。ピーヨコちゃんマンさんハートありがとうございます。ユナは基本テンション高くない、バカ騒ぎはあんまりしない、もともとがそうなの。なんか多分学校の友達とか通ってもそこまでバカ騒ぎしたりはしないタイプなんですよ。 T2 さんこんばんは。ギターもうあと30分ぐらいで終わっちゃうんだけど、よいしょ、こんぐらいで映るかな。高校野球うちの高校がまだ残ってるってことは武田以外のどっかどんどん絞られていくじゃん。広陵広商、広陵東、甲子園出場経験ありどこどこ。たまちゃんさんこんばんは。ゆなゆなみたいなタイプは必須よ。やった、元気いっぱいやけど落ち着きがある、やった嬉しい。それはでも電池切れると本当に子供っぽくなっちゃう。てかなんかパセリとかとのお姉さん的存在通るとすごい子供っぽくなって甘えてしまう。それはあるかも。あ、初心者向け簡単コードだって、こんなのがあった。してみようか。ピンマイクは見てなかったで、たのびさんこんばんは。よいしょ、じゃあ365日の紙飛行機いけるかな。
15日の紙飛行機でした。なんか365日の紙飛行機でした。よいしょ。ありがとうございます。めっちゃギフトありがとう。ヨーテトラポットさん、ヤスさん、カメさん、 STU 広島校パセリさん、おのっちさん、てつおさん、青色大好きさん、こけだまさん、よいしょ。あ、目しか映らんくなっちゃった。スイカさん、フルパワーさん、おのっちさん、ハマちゃんさん、はじめまして、こんにちは、ゆなゆなです。あ、バラもありがとう。ヨーテトラポットさん、ギフトありがとうございます。皆さんギフトありがとうございます。たけひろさん、はじめまして、こんにちは、ありがとうございます。ジョイさん、かわいいひまわり、ありがとうございます。ありがとうございます。しっぺの赤だるまさん、こんばんは。お、今日誕生日でしたって、おめでとうございます。ハッピーバースデー。思い出せる声をしよう。さすがにないんじゃない。いつの日にか思い出せる、とっておきの恋をしよう、もし隣に君がいなくても悔いもないように。うんちさん、こんばんは、おめでとうございます、お誕生日。いつの日にか、本当にユナのショールームは平和だと思う。平和だと思う。ギターのコード出てないね。コードが分からんのよね。ね、平和である、すごく平和である。皆さんのおかげですごく平和である。だって全然あれだよ、アンチっていうのみたいなのもいないし、すごく平和。みんなでお誕生日お祝いするし。おめでとうございます。そう、この疾風の赤だるまさんのさ、アイコン、アバターか、さあ、あれ田中美久さんのなんだね。なこみくさんのみくさん。さっきね、さっきって言うのだいぶ前だ、6時とか7時頃行ったんですよ、ショールーム。ちょこっと見に行ったらみんなこのアバターだった。平和良きやなって。平和良きやなって、いいね。もうちょっとで5000人さん行きそう。どうする？あと20分。カラオケタイムにしてもいいし。
ターでもいいし、 DD 多いからかな。そうね、ゆなは DD OK な人なので大歓迎でございます。 DD さん集合全然 DD さん OK なの。ユナの好きな曲なんだろう。はーいって、オンライン時期かよ。なんかショールームでこんな感じでやってサインして誰々さんみたいな、くしゃみでそうみたいな感じでするらしいDD の皆さん、はーいって。乃木坂さんいけるよ、聞いても OK だけど。なんか曲ある？トゥル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 ル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 ルが弾きやすいよって嬉しいことを教えてくれた。クマ起きてるって、腕のヘアゴムがかっこいいって。本当？充電なくなってきちゃった。本当だ、ちょっとこれ向き変えようか。いててて、1番だけやってみようかな。あのよいしょ、何度目の青空か。そしたら最後もうカラオケタイムで終わろうと思います。ありがとうございます、ポニーちゃんかわいいって。歌のとこからいくね。割烹は1、あー広告いらない広告いらない。
ょっと待って、あでも先ギフト読もう。もうなんでヘリウム、もうやだ。おぐちさん音符ありがとう。ちょっと待ってね。鉄道さんハートありがとう。ヨーテトラポットさん音符ありがとう。お、カメさん何これ、くす玉、くす玉だっけ、頑張った、ありがとうございます。皆さんパチパチパチありがとうございます。ちょっと一旦止まるよ。ヘリウム人気高いってこれなんで、ちょっと止まるよ。どうゆなおこ、このままで地域会の告知、思い出せる声をしよう。オンライン地域会お申し込みは今日までです。ぜひぜひお申し込みしてください。22時59分までです。今日の22時59分、あと1時間後ぐらいまでお申し込みができます。ヨッシーさんかわいい、ありがとうございます。更新してみてみんな、それでもダメかな。ああ。お願いします。ヨーテトラポットさん、ハート。たけるくん、ひまわり、ありがとうございます。ちょっと待って、もうじゃあイヤホンをさそう。僕の心の片隅にも。よいしょ。ダメな気がする。マジか、何がいけないのよ。もうなかった。ユナのショールームで起こる。フルパワーさんめっちゃ可愛い、ありがとうございます。ヤマちゃんさんこんばんみ、何歌おうラスト。
Just me。 ワンズラモンスターさん、音符ありがとうございます。何の曲が好き？ペダル言っとく？明日から月曜日だし。お、山ちゃんさん、はじめましてだね。ありがとうございます。ペダル行きますか。もう眠きちゃった。フラペチーノさん、うま、ありがとうございます。じゃあペダル行きましょう。よいしょ、行きます。つぼハートありがとうございます。一体誰のために走り続けてるのか、ふと疑問に思って立ち止まりたくなってしまう。こんな辛い思いしてどこへ向かっているのかわからなくなる。平坦で楽な道とかあるだろう。え、このままな。やだ。風を味方に、でしょう。声治らないかな、治らないか。こけ玉さん、神さん、ヨーテトラポットさん、フルパワーさん、ヤスさん、カズさん、カメさん、スイカさん、白メガネさん、ヒゲジーしんちゃん先生、 STU デイデイレイスキさん、
いっぱいギフトありがとうございます。グラハムさん、おのっちさん、ダメか、戻ってないか、恥ずかしい。ミヤティさん、ギフトありがとう。 STU 広島校パセリさん、拍手ありがとうございます。なんでだろう、めっちゃなんでだろう。お兄ちゃん大好きだって、たけるくんでしょ。お花ありがとうございます。ヨシーさんハートありがとう。バンジョロマスターさん音符ありがとうございます。なんで声高くなるんだろうね、恥ずかしいわ。え、普通の声でしょ、ゆうな。あーあーあ、普通の声大丈夫そう。地声じゃないよこれ、おかしくなっちゃった。パンジャロモンスターさんハートありがとう。これでどうだろう、戻ったか、感謝しますって。たけるくん名前変えるから。お、やった、イエイ、勝ったユーナ。勝った。やった。それではね、ラストね、ランキングを行こうと思う。ランキングはじゃあ普通の声でやるよ。なんかあれ、 Wi-Fi 変えてみたら直った。やったー、言うなかった、ありがとうございます。まあ多分またなんかバグってこうなるでしょう、お楽しみに。じゃあ13位からランキングいきますよ。13位、ほっぺたぷにぷにさん。はい。12位、なるみさん。11位、あやさん。10位、グラハムさん。はい。9位、カズさん。8位、フラペチーノさん。はい。7位、ホリちゃんさん。6位、ジョークスノーさん。はい。5位、カメさん。はい。4位、鉄夫さん。はい。3位、スイカさん。2位、STU 大大大好きさん。1位、フルパワーさん。はい、壇上の皆さん、ありがとうございます。ありがとうございます。はーいって。肌が綺麗、そうなのよ。それだけちょっと取り柄なの。あんまりメイクしないからかわかんないけど、肌荒れしないんですよ。でも今ちょっとお鼻にプツンできてる。はい、ありがとうございます。カズヤンさん、はじめまして、ありがとうございます。今日は初見さん多いかもなんで、なので最後自己紹介していきましょう。ユナが質問したらユナユナってお願いします。いくぞ、瀬戸内のロードバイク女子言うたらユナユナ。はい、笑顔と元気を自転車に乗って届けるケアに金さいね。生まれも育ちも広島県、高校2年生16歳のゆなゆなこと川又ゆなでした。今日は擬態発信ありがとうございました。そう、そしてこのオンライン地域会、今日申し込み最終日です。それではゆなのルームの恒例の全員転校いきますよ。ギター配信来てくださった5824人の皆様、ありがとうございました。せーの、皆さーん、はーい。それでは川またねで終わりましょう。ありがとうございました。明日はまた夜配信しようと思います。来てください。せーの、川またねー、はーい、ぜひぜひお願いします。川またねー、おやすみ。川またねー。ありがとうございました。